私は小学校2年生から高校3年生まで健常者でバドミントンをやっていました。高校生の頃に、車椅子になって、スポーツをやるんだったらバドミントンかなと思っていたんですけれども、子供を2人産んだ後、車椅子バドミントンに出会って、始めました。車椅子バドミントンは、下半身を、車椅子に止めた状態で制限のある中で上半身を使って行う競技です。そんな中でもすごいダイナミックに、奥から奥に飛ばすクリアですとか、技を仕掛けるタイミングですとか、こういった部分の駆け引きがすごい楽しい競技です。車椅子バドミントンは、競技歴がずっと長くできる競技ですので、いつからでも始められます。私も子供2人産んでから始めているので、ぜひ皆さん一緒にやりましょう。